ディラン・エドワードシーズは、アメリカ合衆国ジョージア・シューフルトン・グン・ミルトン出身、のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。2014年の MLB ドラフト6巡目で、シカゴ・カブスから指名を受け、プロ入り。契約直後、トミー・ジョン手術を受けた。2017年7月13日に、ホセキン・タナトのトレードで、エロイ・ヒメネス。 た2名のマイナー選手とともに、シカゴホワイトソックスへ移籍した。2018年、オールスターフューチャーズゲームに出場。AAQ ウィンストン・セーラム・ダッシュと AAQ バーミングハム・バロンズでの23先発で12勝2敗、防御率2.240を記録した。MLB パイプラインによる2018年シーズンの最優秀投手にも選出された。 オフの11月20日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年は開幕をトリプル A 級シャーロットナイツで迎え7月3日にメジャー初昇格を果たした。同日のデトロイトタイガース戦にて先発でメジャーデビューすると5回3失点の投球で MLB 初勝利を挙げた。2021年5月4日のレッツ戦で MLB 発案だを記録した。快速球とカーブで打者を蹂躙する。高校で共にプレーしたアレクという双子の兄弟がおり、現在はパイロットとなっている。ありがとうございます。